ですね、半間洋先生が考えた方法のね、半無重力のドローンですね。これをちょっと、頭だけにね、設計終わりました。まずね、今のドローンはね、4個の、プロペラで上下してね、動きますけれども、浜川先生のね、ドローンはね、模型でもね、半重力なんですね。で、仕組みが非常に簡単なので紹介いたします。ドローンのね、宇宙船の周りにね、超電導コイルを巻くんですね。で、超電流にするには冷やしてないというマイナスにね、かなり低くね冷やしてないといけないんですけども、そこに電気を流しましてドローンの本体の重力をまずゼロにするんですね。それだけで簡単なんですね。で推進力なんだけども、推進力はレーザーとかですね、やっぱ電磁波があるんですよ。ただ私がね設計した半重力、ドローンはね、模型でもね10キロじゃなかった、マッハ10飛ぶんですよ。速いんですよ。だから、ちっちゃいけども、ラジコンなんですけどもね、半重力、ね、ドローンというのを僕はちょっと設計してみましたので紹介、口だけですけども紹介いたしましてね、超電導コイルでね、模型の宇宙船の周りをね、ドローンをまず、超電導コイルで覆ってしまうね。でなるべくね味方を減らしてですね、それでまずドローンを宇宙船ドローンの模型の宇宙船ドローンの重力をゼロに近くするんですね。それから推進力をね持って瞬間移動ができたわけですね。模型でもマッハ10なんでめちゃめちゃ速いですけどね。とても簡単です。作るのは原理がとても簡単です。誰でも作れるもんですね。ね、半重力装置の原理ですね。あれがあるでしょ、冷却して超電導コイルの上で物が浮くでしょね、物が浮くでしょ、超電力、それだけですよ。それを自分自身ね、電気でもってね作るだけですね。で、超電導にするとね、すごく電磁波が強くなって、で持続するんでエネルギーが少なくするんですよね。だから原子力なんか使わなくてもリチウムバッテリーでも一時はちょっと使えるわけですよね。うまく作ればね、ということですね。半重力装置の模型の宇宙船の作り方でした。非常に簡単でちょっと申し訳なかったんですけども、ぜひ作ってください。どうもありがとうございました。